タイムズスクエア渋谷スクランブル交差点に電撃出現。ナンバーアンダーライン愛の夢を叶えた滝沢秀明の戦略が凄す,すぎた。タイムズスクエア渋谷にナンバーアンダーライン愛現る。その場に居合わせたファンの反応は。9月のある日、ニューヨークのタイムズスクエアと東京の渋谷の中心部が、突如として新しい光で彩られた。多くの通行人が足を止め、その光景に目を奪われた。 巨大なデジタルスクリーンに映し出されたのは、今や世界的に注目を集めるアーティストグループ、ナンバー・アンダーライン・アイの姿だった。この瞬間、ファンにとっては誇らしい出来事であり、彼らが新たなステージへと進んだことを示す象徴的な瞬間でもあった。ナンバー・アンダーライン・アイはこれまで、戸辺の他のメンバーと共に活動してきたが、今回はグループ単独での登場だった。この変化は、彼らが独自の道を切り開き、 世界へととと羽ばたここうししていることを示していいるる。を示かつて彼らが17秒の短いパフォーマンスで多くのファンを魅了した時誰もがその才能とカリスマ性に驚嘆したそして今回彼らは再び世界の注目を集めることに成功したのだこの成功の背後には滝沢秀明社長の存在がある彼は戸部の創設者でありナンバーアンダーライン愛を含むグループの発展を強力に後押ししてきた人物だ 滝沢社長は、単にエンターテインメント業界のトレンドを追うだけでなく、新しいトレンドを生み出し、それをグローバルに広げていく能力に長けている。彼のビジョンとリーダーシップの下で、ナンバーアンダーラインアイは短期間で国際的な成功を収めることができた。滝沢社長の指導のもと、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは自由に意見を交換し、自分たちのやりたいことを実現できる環境で活動している。これは、 エンターテインメント業界において極めて稀なことであり、メンバーたちにとっても大きな幸せであると言えるだろう。例えば、あるインスタライブで、スタッフからアドバイスを受けた際、平野くんは、知ってるよ、と軽く返したが、神宮寺くんは、教えてくれてありがとうございます、と丁寧に感謝の意を示した。このような細やかな心遣いが、彼らがスタッフから愛される理由の一つである。さらに、岸くんの過去についても、 彼が中学時代に経験したエピソードが語られている。彼が初めての舞台で緊張してセリフを忘れたことがあったが、その時の彼の真剣さが今もなお彼のプロ意識の高さを物語っている。岸くんは自分の失敗を乗り越え、現在の成功へとつなげてきた。その成長の過程を通じて、彼は他のメンバーと共に飛べの中心的な存在となり、グループの未来を担うリーダーとしての地位を確立している。しかし、 彼らの成功は単に個々の努力だけではなく、滝沢社長の戦略的なビジョンと、彼が提供する環境によるところが大きい。滝沢社長は、メンバーが自由に意見を述べ、創造的な活動を行えるようサポとしている。彼のリーダーシップの下、ナンバーアンダーライン愛は自分たちの個性を最大限に発揮し、ファンとのつながりを深め、世界に向けて新しい音楽とパフォーマンスを発信し続けている。さらに、 彼らが直面している新たな挑戦についても触れておきたい。世界に進出するということは、単に国内での成功を再現するだけではない。異なる文化や市場の中でどのように自分たちの魅力を伝えるか、それが今後の彼らの大きな課題となるだろう。例えば、日本のエンターテインメント文化は非常に独自性が強く、その魅力がどのように他の文化に受け入れられるかは未知数である。しかし、 この課題こそが彼らにとっての新たなステージであり、彼らがさらに成長するための糧となるはずだ。そのためには、彼ら自身が自分たちの文化的背景やアイデンティティを理解し、それを世界に向けてどのように表現するかを常に考え続ける必要があるだろう。これは単なるエンターテインメントの枠を超え、文化交流の一環としての意義を持つことになるかもしれない。彼らの活動が、単に音楽やダンスのパフォーマンスにとどまらず、 日本文化の大使としての役割を果たすことが期待されているのだ。また彼らの活動が今後どのように展開していくのか、そしてどのように新しいファン層を獲得していくのかも興味深いポイントである。特にデジタル時代においてはソーシャルメディアやストリーミングプラットフォームが非常に重要な役割を果たしている。彼らがどのようにこれらのツールを活用し、世界中のファンとつながりを深めていくのか。 これからの展開に注目が集まっているこのようにナンバーアンダーライン愛は単なるアーティストグループではなくグローバルに影響を与える存在へと進化している。その背景には滝沢社長の戦略的なビジョンとメンバー一人一人の努力そしてファンとの強い絆がある。そしてこれからも彼らは新たな挑戦を続けさらなる高みを目指していくだろう。その旅路を共に見守り、 応援することがファンにとっての楽しみでもあるに違いない。彼らの旅はまだ始まったばかりだが、その足取りは確実である。ナンバーアンダーライン愛が新たな挑戦に取り組む際、彼らはその都度新しい扉を開け、未知の領域へと踏み出している。この過程で、彼らが直面するであろう困難や課題は決して少なくない。しかし、それらの障害は彼らをさらに強くし、 より一層の成長を促すきっかけとなるだろう例えば世界各国のファンベースを拡大するにあたり文化的な違いや言語の壁は避けられない課題となる彼らがどのようにこれらの壁を乗り越え自分たちのメッセージや音楽を全世界に届けるのかは非常に興味深い点だこれに対する彼らのアプローチは単に言語の翻訳やプロモーション戦略にとどまらず より深いレベルでの文化理解と共感を含むものである必要がある。滝沢社長の指導のもと、ナンバー・アンダーライン愛はこれまでの成功に安住せず、常に新しい挑戦を求めている。これは彼らがただのアイドルグループではなく、真のアーティストとして成長し続けるための重要なステップである。音楽やパフォーマンスの枠を超えて、彼らはグローバルな視点で活動し、世界中の多様な文化と共鳴し合うことで、 より深いい意味を持つ存在へと進化しているこれには当然、ファンの存在が欠かせない。ナンバーアンダーライン愛のファンは彼らの活動を熱心に応援し、時には彼らの活動に影響を与えることさえある。ファンとの交流は、彼らにとって大きな励みであり、また新しいアイデアやインスピレーションの源でもある。SNS を通じた直接的なコミュニケーションは、 彼らがファンと強い絆を築くための重要なツールとなっており、これが彼らの成功を支える一つの要素となっている。一方で、世界中のファン層に対応するための戦略も重要だ。異なる文化や言語を持つファンに対して、どのようにアプローチし、共感を得るかは、今後の大きな課題となるだろう。ここで重要なのは、彼らが一方的に自分たちのメッセージを押し付けるのではなく、相手の文化や価値観を尊重し、 理解しようとするる姿勢であるこのようなアプローチこそが真の国際的な成功へとつながる鍵となる。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは自分たちが今後どのようなアーティストになりたいのかまたどのような影響を世界に与えたいのかを常に考え続けている。このような自己探求のプロセスは彼らの音楽やパフォーマンスに深みを与えより多くの人々に感動を与えるものとなるだろう。 滝沢社長のビジョンとメンバーたちの情熱が合わさることで彼らはさらに大きなステージへと飛躍することができるだろう最後に彼らのこれからの道のりについて考えてみたいナンバーアンダーライン愛はこれからどのような方向に進んでいくのだろうか国内での成功にとどまらず彼らはさらに広い世界へと目を向けその中で自分たちのアイデンティティを確立し続けるだろう 新しいアルバムのリリースやワールドツアーの計画など、彼らの未来には無限の可能性が広がっている。そして、その過程で彼らがどのように成長し、変化していくのかを見守ることは、ファンにとっても大きな楽しみであり、期待の一つである。彼らの旅は、まるでエンターテインメント業界全体の進化を象徴しているかのようだ。これからも、彼らは新しい挑戦を受け入れ、 自分たちの可能性を信じて前進していくだろう。その一歩一歩が彼ら自身の物語を築き上げ、同時にファンと共に共有する新たな経験を生み出していくに違いない。その過程で彼らが直面するであろう試練や成功、喜びや苦しみは、すべてが彼らの成長を促し、より一層魅力的なアーティストへと進化させる要素となるだろう。ファンとしては彼らのこの旅路に共に寄り添い、 応援し続けることでナンバーアンダーライン愛がさらなる高みへと昇る瞬間を目撃できるという特権を享受できるのだこれからの彼らの未来は未知の可能性に満ちておりその一歩一歩が新たな伝説を築いていくことになるだろうそしてその道のりを見守り共に歩んでいくことがファンにとっての最大の喜びであるに違いない